さあ、やっていきましょうか。コンドルワン、ルイス・セラについて少し分かったわ。彼は元研究員よ。まあ、まだまだ、ね、10月近づいてますが、暑い夜長ということでね。まあ、冷たいお茶でも飲みながらですね、ぜひじっくり、詳しくは資料をください。まずね、皆さんにね、一言お詫びを申し上げなければならないんですけれども、もう冒頭にあれ聞いて、あれなんかいつもと声が違うな、声枯れたとかですね、喉潰したみたいな、そんなことをね、心配いただいている方、ありがとうございます。まずはチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただいてから、先進めてもらえたらと思うんですけれども、何かというと、ちょっとマイクの調子が悪くてですね、今新しいのを買おうかどうかって悩んでるところで、まあ、マイクちょっと、注文をしたところなんですね。悩んでねえな。もう、決着ついてたわ。そう。注文したというところで、それが届くまでの期間ね、まあ僕、いつも言ってるけど、なんで急に訛ったんだね、うん。いつも言ってるんですけど、チャンネル登録をさせて、どんだけ登録してほしいんだ。違う。いつも言ってるんですけど、収録環境上ね、まあ、数本ちょっとため撮りしなきゃいけない、くらいですね、毎日撮れるような環境ではないと。まあ、残念ながら僕は夜中にひっそりとね、嫁さんとね、娘ちゃんが寝静まった後に一人で、シコ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 、コソ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 やってね、ゲーム実況やってるようなタイプの人間でございますんで、ということなので、まあ、数パートね、またね、ちょっと音声が悪いような状況で続くんで、若干ね、雑味が入ったりとかね、するかもしれないんですけれども、アク抜きができない環境なので、パソコンの直接のマイクになっちゃうんで、説明が長いですね。うん、パソコンのマイク直接になっちゃうんで、まあ、ごめんなさいということね。まあ、それが終わったら、またね、皆様に美声をね、美声です。美声をお届けできるんじゃないかなというところなんで、はい。ご勘弁、ご容赦ください。ということですね。こっちは塞がっていけないよ。はい。まあね、ここ大変なんですよね。次出てくるやつがね、ほんとね、もう。ん?あれ?え?お座り。あれ?ちょっと待って。え、意外とあれだね。おとなしかったね。あんな近づいてね、いるカラスなんてのは、ゴミ捨て場で、あさってるカラスくらいしか見たことないですけど。まあ、そんな感じで、はい。よし。で、古風な時計ということですね。で、こっちは仕方ないということで、こっち、あ、危ない。これね。ほいって、いや、ちょっと待って、今、完全に右足踏み込んでたけどな。多分、踏み込む右足よりも、ナイフの方が早かったということで、まずは、こっちをバカ、ズーン。誰がやったんだろうね、これね、ほんとね。ということで、ワンワン、出てきたかな。ワンワン、あ、めっちゃ来た。ウィー。さあ、勝負だ。あ、ちょ、にゃろ。殺しつけがあったよ、ワンワンおめ。お座り教えてやる。お座り、伏せ。オッケー。待て。オッケー。罰目もおかわりしたい。二発目。あ、痛い。やばい。ちょっと、まあ、ダブルで攻撃しなかったかって、今度、ことはもう卵ダブルで食べますよ。ほら、待て。おっしゃ、オッケー。帰り討ち。二発目もおかわりしたい。で、三発目どこ行った？三発目。はい。一日に出せる数も限られてるんですね。はい。で、ちょ、あれ、待って、待って、今サングラス取られなかった。サングラスがないと、お座りしつけがなってない、待て。そろそろこいつの伏せを教えなくちゃ、伏せ。オッケー、伏せ。よし。まあ、伏せ待ておかわりはね、伏せ待ておかわり伏せ待てお手はね、もうあれですよ。本当に。もう基礎中の基礎ですからね、ワンちゃんに、やっていただくね。はい。夜これ取って、オッケー。で、こっちは行っても仕方がないから、ここで、お邪魔します。で、これは、ちょっと中にいるバーをやりたいから、このまま行け、ギリギリ行け。うわー、ジャーブリー!くそ。くそ。マジかよ。おー、正面からスニーキングミッション。怒りのボルテージはマックスよ。でいいで。あ、ちょっと待って、音楽がやまない。ん?なんだ?音楽がやまないぞ。あ、ちょ、奥さんを殺された旦那さんが怒り狂ってる。あ、ちょ、そんなこと許しません。うぃー。一緒に仲良く旅行に行きな。天の川。肩がコリッコリだぜ、ベイベー。さて、奥にもバーが、全然気づいてないから、僕と一緒に踊りませんか。うふふ。イケメンに抱かれていい目見れただろ。おやすみ。ということでね、まあ別にこっちから来る必要なかったんですけどね、まあとりあえず、なんか無駄に爆発しちゃったな。痛かった。いや、あれしゃがんでもダメだったんだね。そっか、高さ的になんかギリギリ、ほんと、ほらさ、ダメな時って本当に足元にあるから、いけんじゃねって思ったらね、まあ、ものは、やっぱ冒険いろいろやってみてね、もう何回もクリアしたやつだからさ、別に何回死ぬのが構わない。見てる視聴者さんたちがイライラするだけで、おめえそんなところでダメージ食らって死ぬのかよみたいなね。まあ、何にせよね、
多分この先に出てくる主に僕はボコボコにされるんじゃないかなっていう、そういう危惧があるんですけどね。ほら、ハードコアさ、7時間以内クリアのパートやった時なんかに、ボコボコにされたじゃないですか。あいつで多分ね、5、6回殺されたのかもしれないね。5、6回殺されたせいで、ごめんなさい。5、6回殺されたせいでね、50分を超えた動画になっちゃったからね。多分だから人生でバイオ RE4 やって、初めて50分超えたんじゃないか。ちょっと、ヘビ、アーボ、オッケー。アーボってさ、ほんと、初代ポケモンの時のアーボ、マジで嫌いだったわ。巻きつくって攻撃されるとさ、ほんと、2ターンから5ターン全く動けなくなるもんね。金銀バージョンからちょっと緩和されてさ、巻きつく攻撃がその追加ダメージみたいになって、食らうだけでさ、行動不能にはならなくなったからね。うん、エルフィガンテのお母さん。それは息子マンだけ大きくなるわな。で、こっち進んでいって、ショットガン、ショットガンってなんかあるよね。なんだったっけ、なんかメタルギアソリッドじゃなくて、アーケードゲームにありましたよね。なんかショットガンとかメッシンガンとか、ロケットランチャーとかでね、ロケットランチャーなんか20何発くらいあるからさ。すごいよね。無限ロケラン並みになんかぶちかませるよね。まあ、ダンス限りがあるんだけど。ボディアーマーやっぱ高いよなぁ。手持ちのお金。お宝ガラクタ何でもちょっと売りながらさ、その価値を決めるのはプロテイン飲んでたんですけど、俺たちだけどね。あれ？ミルク風味ってこんなまずかった？あ、しまった。バニラ風味のつもりで買ったからだ。バニラ風味のつもりで買ったやつがミルク風味だったから全然味ねえなと思ったら、それとそうだ、ミルク、あー、ザマス、これダメ、あー、やられた。とりあえず、まあいっか、はい、また来ます。整えて、いや、回復アイテムがもう本当に順調にお亡くなりになってってるね。このままだと、多分、だってまだチャプター1の3でしょ？ 1 の3でも回復アイテムがないってことはさ、どんだけナイフ戦、ゲリラ戦下手くそなんだ、オツザマーってとこですよね。まあ仕方ないよね。仕方ないよね。僕レベルのさ、プレイヤーなんかがさ、ほんと、ね。なんか全部の、ほぼ全部のステージを、なんかナイフのスニーキングでいける人のなんか動画が出回ってるらしいですね。うん。それ見て予習した方がもっと楽に戦えるかもしれないけどね。まあ、でもさすがに無理っしょ。ねえ、墓荒らししてるさ。ねえ、ダンペイさん。ふり。おやすみなさーい。墓荒らしとは我なり。墓盛りダンペイさんをね、やっちまったから。で、墓荒らし。墓荒らしても言葉で言われちまったらもうすいませんとしか言いようがないんですけど、まあまあ実際そうなっちゃってね。で、ここにも一人いるんだけど、開いた時点で気づこうぜ。視野がもうライオン並みになっちゃってる。おやすみなさーい。はーい。そこにある看護系は自分用なのかな？よいしょ。ガンパウダー、素材、アス。プルプルすな。プルプルすな。俺は、これ欲しいなぁ。これ欲しい。あ、でもあれか、刺せないんだな。多分、切り刻むだけか。びっくりしたー。鎖か。なんかもう後ろになんか、でっけえのが立ってんのかと思った。焦ったー。それはないよね。うぃー、オッケー。んで、テック感目よー、感目さんよーって、お前の、あった。ここ、どっか。どこだっけ。ハンドガンまず拾っといて、弾はいくつあっても困ることがないですからね。まあだから、前も話したかもしれないけど、ボス戦で一応ハンドガンを使おうかなとかって思ってるんですけど、まあ一発目がね、エルヒちゃん、さっき骨になってたやつあったじゃないですか、でっかい骨、あれの息子、を倒そうと思うんだけど、ただまあ、ハンドガンいきなり使うの面白くないか、とりあえずどのボス戦もナイフで挑んでみて、ナイフで挑んでダメだったら、もう2戦目からハンドガンを使ってやっていくっていう、そんな感じにしようかな。じゃないとね、ナイフでやりますってさ、いきなりハンドガンバカ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 って打つのもなんかあれだからね。まあ、とは言いながら、多分、教祖様に関しては、もうそこ爆薬物陳列剤しまくると思うけどね。どうしよっかな、すぐ先行手榴弾つくやつ。あー、でももしかしたらあっちでも使うかもしれない。ベルデューゴ。ターゲットは？右腕。取れる右腕。ピコピコピコとか言ってるけどね。取れる右腕やっぱ強いからな。なるほど。彼らがそこまでして守るものは一つね。
彼女は教会の中だ。あの牛乳とか久しく飲んでないからさ、ミルク味っていうのがすっごいなんか、ごめん、あの僕の舌には合わない。ちょっと、言葉を逃がすけど、あ、苦い。言葉を逃がすってなんだ。言葉を濁すけど、まぁ、ちょっと僕の味覚には残念ながら合わないですね。はい。まぁ、牛乳が好きな人はね、あの全然。てか昔は牛乳好きだったけどね。さあ、果たして、あの捕まった格好で、アシュリーちゃんは出てきてくれるんだろうか。はい。そうね。昔は牛乳好きだったな。なんかもう、あの 200ml のさ、あの瓶に詰められた牛乳がね、あの、冷たい間は妙に美味しく感じたんすよ。うん。だから、休みの、ね、普通その教室いっぱいのさ、人、分しか用意されてないけど、ね、休みの子が出たりとかさ、あの、私牛乳今日はいらないって言ってさ、あの、わざとこう残す子とかがいたりとかすると、その子たちの分もらったりとかしてね、まあ、あの、男子何人かがさ、じゃんけんぽんとか言ってさ、やったりとかするけど、時々ね、黙って持ってくやつがいるんだよね。あのルール違反は本当に。まあ、全員からね、あの、ボコボコに言われてたからね、その後結局牛乳瓶戻して、そいつだけを省いて、あの、じゃんけんぽんしたりとかしてたけどね。ということで、突撃隣のレオンくん、甘い、うり。そんなね、あの切り刻むような武器をね、あの投げててもね、投げたところでよ、本当にあのね、やっぱね、あ、ちょっとちょ、おめえじゃねえよ、おめえだ、そのめつだ、あ、ちょ、おじさんの熱い方よ、返しまーす、うら、オッケー、やばい、後ろから、カッキーン、お膝が、あれかな、グルコサミン、ぐる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 、即サビンが足りないのかな、ほい、つきつき、ほら、気持ちいいだろ、もっと刺激を与えてやろうか、あっち、ちょっと、あぶ、あっつ、いや、半端ね、おじさん、最後にカーニバルゲームやっていきやがったな、この野郎、あっつ、たく、困ったもんすね、よいしょ、ほい、で、鎖ヘビ、で、あ、ちょっと、おじさん、乱入、やばい、クッキン、危ない、ふい、おやすみなさい。ああ、お早いお目覚めで、ふ、切り刻む、あ、ちょ、クッキン、危ない、あ、ちょっと待って、お互いに下手くそだぞ、おいー、なあ、目がかんぎまりしてたな、今ね。見開いてやるわ、キーンって開いとった。あぶね。ああ、しれっと入ってきたね。あれ、イヤホン一応つけてたんですけどね。イヤホンつけてたけど、あんまり効果なかったのかな。で、とりあえず、ガッチャンと開けといて、で、後ろからおばさん登場してるけど、とりあえずなんか前からちゃっかん投げてきてる音が聞こえるから、おじさん、ちょ、自分燃えてんじゃん。あっつ。はい、おやすみ。うりー。でこっちの方まだ誰も登場してないということですね。じゃあ戻って、あーぶね、ほら、もうそんな夫婦喧嘩で使うような包丁を私に向けないでくださいよ。一応こう見えても崇高なエージェントですよ。大統領を保護するって、あー、プルプルすな。はい、ダメです。もうね、ほんとそれが一番やばいんですからね、あの。いやー、ちょっとおばさん、そんなー。ねえ、はっちゃけちゃダメよ、ほんとにもう。ほら。油ピッチャーンかびっとったけど大丈夫、かぶっとったけど大丈夫、本当に、あー、しんど、いやー、本当にもうあの遠慮なく体力減ってってるよね、これ本当に最悪。あの残ったお金は全部救急スプレーにつぎ込んでいかないといけないくらい体力の減りが半端ないかもしれないよね。あー、飲み切った、こんなに飲むのが辛い、プロテインは久々かもしんない。昔のね、ザバスのプロテイン、ほんと溶けないまずいだったからね。高校時代くらいに飲んでたやつ、危ない。ふり。オッケー。そんな大きい。すぐに、おい、痛い。お前、荒れてんな。お顔が焦げまくってんじゃねえか。まだ生きてんの？で、後ろいる？あ、ちょ、ダメです。うわ、さらに飲み仲間来た。おめえ、この野郎ってか、やめか、あいって、課金しなかった。なぜ課金しない、おら、やばい、お互いに大振りすぎて、もう下手くそ打つだわ。ちょ、ツンツン、激しくツンツン。あー、もう来ないかな、さすがに。溶けていきます。お亡くなりです。
オッケー。じゃあこっち、これはさすがにな。またげたらいいんだけど、またぐというの頭がないからね、この子ね。うん。そうなんですもん。この子って言えちゃう年齢になっちゃったからね。まあ、言うて、この時が27歳か。だから4つ下か。うん。ねえ、ゲーム、このゲームが発売された頃のレオンなんてのも遥か上のお兄ちゃんだったのにね。2倍以上年上だったっすよ。このゲームが発売した時は。ということで、カラス、こいつら先行手榴弾で仕分けるんだけど、まあそんなことせずに、あそこで寝ているワンちゃんを、ワンワンをやることは無理でしたね。起き上がっちゃいましたね。ふんねーふんねーらららら、しつけの時間です。君ってそんな激しかった場合、痛いダブルくそ、ちょっと待って、いただきます。もう一個。こっち使ったらマックセンちゃんからいただきます。くそ、あ、でも 50% 回復ってやっぱ、50% プラス回復って大きいね。ということで、うわ、あ、ちょっと待って、あ、フルタイミングが恐ろしく下手くそだ。はぁ、無理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 。よし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 、うりゃ、あ、ちょっと待って、あ、うわ、早いな、この野郎。そういう時だけお手が早いんだから、ほんと、もう餌の時間決まってんだからな。朝7時と12時と、そして夜7時と、ほんとにもう、1日に3食。まあ、うちのワンちゃんも飼ってた時はね、1日3食だったか2食だったか、200g のドッグフードしか食べられないっていう、まあ、あげないっていうね、まあ、体重増やすぎるとね、ヘルニアやっちゃうからね、うん。とは言ったものの、あれだよね、普通に考えると、200g ってさ、まあ、体重が10キロちょっとしかないワンちゃんだったからさ、まあまあ、あれだけど、減量だよね、普通にね、減量食だよね。まあ、おかげさまでね、当時のその、抗議犬としては、飼ってた病院の中でね、一番長生きしたっていうことを言われましたけどね。という話をしつつ、まあ、そろそろちょっと区切りのいいところまで来てるから、そこまで進んだら、一旦区切って、後半戦は次のパートにしていこうかな。ということで、こっち行きましょう。これ何の爆弾だったっけ？忘れちゃった。なんかよく聞くんだよな。イオンだったかな。チャッチャッチャラチャチャッチャラチャ。それでもなんか YouTube で聞くな。あ、あれだ。なんか福島正幸さんだ。簿記の YouTube があったはず、確か。それはいいや。それはいいやって言ったら福島さんに失礼なんですけど、その方のおかげで僕は簿記合格しましたからね。はい。有料テキストいくらやったところで何も分かんなかったのが、福島さんの動画を見ただけでね、一発で合格できたからね。ということで、ここでアイテム整理トントンして終わりにしていこうか。なんかすごいタイムラグがあった、ね、今なんか開いても全然、あれこのまま開かないんじゃないと思ったけど、孤島のでもあれはまだ先でいいか。で、とりあえずいらないやつだけ売りさばいて終わりにしようかな。はい。まあ、次回ちょっとね、もう今からやるのちょっとドキドキではあるんですけど、根気強く見ていただける方、ぜひ、ね、次回パートもチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、お楽しみいただけたらなというふうに思います。っていう紹介をしながら、まだ全然もうちょっとだけお付き合いください。この辺は大丈夫かな。俺たちはハーブが大好きで、ね、うん、大丈夫そうですね。はい。よし。まあ、こっちの方はあれだな。別にやんなくていいかな。OK。よし。じゃあ、はい。この辺でね、終わりにしたいと思います。最後までご動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら幸いです。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。登録もよろしく。